クラウンさんのレッスン3のパート3ですか、333ってことですね。いきます。 One way to control fake news is for social media sites to police themselves。 One way、 一つの方法やね。To control、 コントロールするための一つの方法や。何をコントロールするのに言うたらフェイクニュースですね。フェイクニュースをコントロールするための一つの方法は、なんとかかんとかだよって書いてあるんだよな。For social media、ソーシャルメディアにとって、まあ、がかな、この場合は。ソーシャルメディアのサイトか。ソーシャルメディアのサイトがでいいでしょう、これ。で、これ、to って来とうからさ、これ後ろ、ポリス、これ動詞か？動詞あるん？ポリスって。あるわ。警備する、警戒する、監視する、いいね。まあじゃあ、監視するにしようかね。ポリス、これ動詞です。よいしょ。監視するな。ちゃんと書いておこうか。これ動詞やで言うて、だってここでさ主語来てるやんか、でしょ。でここに is 言うて動詞来てるやん。でしかも is ってことは be 動詞だから、後ろがなんか何、he is ともみたいな感じで名詞がなんか来るはずやんね。ってなった時にこれ後ろ for プラス名詞は、これ前置詞プラス名詞はな、じゃあ目的語とか保護とかにならへんから、これちゃうねんな。ってなってくるとその次のとこやねん。じゃあこの to は言うたら、to もし前置詞として捉えたら、これも前置詞プラス名詞で何もなくなってまうわけよ。ね。そうなると is の後ろがないやんってことになってまうから、そうなるともうほなもうこいつしかないやろ。こいつを名詞として捉えるしかないわけよ。名詞として捉えようと思ったら、この to は to 不定詞やな。to 不定詞のすることためのためにしての to 不定詞な。することっていうのはあれ名詞的用法っていうねんやんか。だからこれは不定詞で、よいしょ。何々することっていう名詞的な役割を持ってる名詞的用法ってやつね、として使うしかないのよ。そしたら、one way っていうのは is to police だよみたいな、ポリスすることだよっていう風に言えるわけやん。やからこれの to は絶対不定詞なのよ。ってなると、どうしたって to の後ろは動詞の原型やからな。不定詞の後ろは動詞の原型なんで、ポリスは動詞になるわと思って調べてみたら動詞になっとったわ。動詞ありました。ってことは、自分たち自身で監視することだよっていう話やな。でそういう意味ではここの for のところ、これはまあ何々がって言っちゃっていいと思います。つまり、フェイクニュースをコントロールするための一つの方法っていうのは、メディア、ソーシャルメディアサイトが自分たち自身で監視をすることなんだよいう感じかな。はい。で次、government regulation か、regulation may also be necessary、政府の、まあ、規制ですよね、regulation ね、もまたやな、also be necessary、 必要とされているかもしれません、必要とされるかもしれませんよね、必要とされる、必要であるやな、政府の規制っていうのもまた必要かもしれませんねということです。で次、but in the end、 しかし、まあ、最終的には結局はってことですね、この in the end。 結局は、こうね、It is up to each one of us、as individuals to recognize fake news and to stop passing it along、up to なんちゃら、まあ、up to you っていうふうによく使うねんけど、まあ、この場合 up to each one ですか、何々しないってこと、何々に、つまり何々によりますとか、up to you、あなた次第だよ、みたいなやつね。何々次第です。up to だけにするか。up to 何々で何々次第ってことね。次第。まあ、up to you でよく使います。あなた次第、それはもう君次第だよ。っていうふうな使い方な。だから、それは、私たち、自身 as individual やから一人一人は個人やな、私たち一人一人次第なんだよいうことですね。何がって言うたら to recognize fake news and to stop passing it along、 この and、 まあいつも言ってますけど and 見たらすぐ後ろ見んねんな、すぐ後ろ見ると to stop 言うて to 不定詞ついてます。
ってことは前の何探すかって言ったら2ステージ探すね。ほなここや、ここに2あります。 To recognize ってことは、recognize fake news っていうのが一つな。これが1セット、そして and to stop passing it along がもう一つや。フェイクニュースをレコグナイズ、認識するですね。レコグナイズは認識すること、そして、パスイットラウンドから、まあ何ですか、受け渡すというか伝えるってことやね。それを伝えることをやめること、ストップすることやね、ですよいう話よ。 OK、 まあなんせだから、フェイクニュースをコントロール一つの方法っていうのは、そのサイト自体、サイト自身が監視をすることですと。で、政府もまたその政府の規制っていうのも必要かもしれんと。ただ言うても結局は、あなたたち自身一人一人が、フェイクニュースを認識し、でそれを伝えていくことをやめることなんだよと。やめるという、やめるのが一人一人次第だよ。一人一人次第だよ。ちゃうな。これあれやな。板が it to 構文やな。It is up to you でいいでしょ。で、to なんちゃらかんちゃらやな。この後ろの to 二つ。だから、フェイクニュースを認識したり、それを伝えるのをやめることっていうのは、そうやね。っていうのは、あなたたち一人一人次第なんだよ。ということです。OK。で、その次。Here are some strategies you can use to evaluate what you see and read. Here are ここに何々がありますやな。Some strategies いくつかの戦略がありますよと。どんな戦略か言ったら、you can use 言うて主語動詞きとうやろ。こんなもん関係代名詞や。主語動詞ってきてんねんから、こんなもん急に出てくる主語動詞は関係代名詞な。よいしょ。っていうことなんで、you can use to、use to evaluate、 evaluate は評価するっていうね。評価するために使うこともできるってことや。で、何を評価すんねん言ったら、evaluate、 これさっきも言ったけども、評価するっていう動詞や。 to 2つの後ろやからな。だから動詞を受けてんねんで。で、動詞の後ろやねんから、当然この what の場所は、目的語になるのか。この evaluate、 評価するやつの目的語や。何を評価すんねん言ったら、What you see and read や。What 主語動詞ってきてますんで、主語が動詞したものや。What 主語動詞で、主語が動詞することとかものや。って訳な。だからあなたが見たり聞いたりするもの、したものを、評価するための評価するために使うことのできるいくつかの戦略がここにあるよということです。それが紹介今からされんねんな。ほら、ファーストってきたやん。まず初めにやろ。その次、セカンドが来るんでしょ、どうせ。ほら、ね。っていう感じ。OK、じゃあ行きましょうか。First、まず初めに、admit that、that 以下、これ that 接続詞な。だって admit 動詞やから。ってことは、これ that は接続詞の that やで。ざっと以下をアドミット、認めなさいということですね。何を認めんねん言うたら、You don't understand everything. あなたはすべてのことを理解してないと。全部理解してるわけじゃないんだよ。ということを、まず認めなさいということですね。The world is complex. 世界は複雑です。complex、複雑ね。そして、and issues like issue、問題です。Like politics, economics, and medicine are complicated. このコンマは、まあ、当然 and のコンマね。コンマ、コンマ、and って人から A、コンマ、B、and C のやつや。だから政治、そうやね、政治でいいか。この like は何々のようなな。動詞がだってここの A って人から、この like はどうしちゃうで。これは何々のようなや。ような。ですか。だから政治とか経済とか医療のような問題っていうのは are complicated。まあコンプレックスと同じ感じやね。複雑ですってことです。
ね、世界は複雑で、政策とか政治とか経済とか医療のような問題っていうのは、ややこしいんだよということですね。で、Don't be ashamed。 ashamed、恥じるってことです。恥ずかしがるってことね、恥じるなと。If you do not, if you don't know everything and don't expect simple answers. ですね。まあ、もし、あなたが、何も、すべてのことを知ってなくても、全部知らなくてもってことやな。ね、もし全部のことを知ってなくても、恥ずかしがるなよと。恥じんなよということや。ね、知らんことは別に恥ずかしいことじゃないんやで、いう話やね。ほんで、don't accept, expect, expect simple answers. expect は期待するとか予期するって意味です。まあ、この場合は期待するでいいんじゃない？期待、する。シンプルアンサーズ、簡単な答えを期待するなということですね。だからこの and っていうのは2つつないどって、よいしょ。and の後ろみたいな don't って来てるでしょ。で、普通にこれパーッと前見ると don't ってここにあんねやんか。やねんけど、この場合はさ、ここをつなぐんじゃなくて、だってここをつないじゃうと、もしあなたがすべてのことを知らなくて、そして、簡単な答えを期待してなかったら、っていう話やんか。じゃなくて、どっちかというと、こっちでしょ、ドンと。一番最初のドンとつないでんちゃう？このアンドは。どうしようかな。こういう感じですか？この二つやろ、つないでんのは。だから、何々したらあかんよ。そして何々したらあかんよってことや。だから、すべてのことを知ってなくたとしても、恥じるべきではないよと。恥じてはいけま、恥じるなよ。そして、簡単な答えを期待するなよ。ということです。ね。要は世界って複雑なんやから、複雑でいろんなことがあるわけやん。ややこしいし。だから、全部知らんくても別にいいよと言うて。しかも、その複雑なわけやから、簡単な答えなんかないねんでと。ね、こっちが正解の場合もあればこっちが正解の場合もあるしみたいな、それ時と場合によって分かれたりすんねんでみたいな、シンプルな答えじゃないことが多いねんでいう話や、ね、で The recognition of ignorance is the beginning of wisdom. Ignore、 この場合無知とかですか？そうやね、無学、無知ですね、無知をレコグナイズ、認識すること。よいしょ。レコグナイズは、ちょっと待ってな。レコグナイズの名詞やから。だから認識や。無知の認識っていうのは、ウィズダム、知識、知恵の始まりなんだよ、ということですね。だから、自分が無知であるということを知ることっていうのは、が賢くなることの第一歩なんだよ、っていう話や。OK？ 自分が何も知らんということを知ることが、何賢くなる第一歩なんだよという話ね。で、The Greek philosophy か。ソクラテスや。ソクラテス。ギリシャの、これグリークってギリシャな。ギリシャの哲学者であるソクラテスは、なんとかかんとかだと言うてますと。The only thing I know for sure is that I know nothing for sure.The only things, 唯一のことですね。で、急にほら、I know 言うて主語同士出てきたやろ。じゃあ急に出てくる主語同士は関係代名詞や。ね。主語。だから動詞ってきてんねんから、こうや。こうかな。私が確実に知っていること。私が、for sure は確実にな。確実に知っている唯一のことは、私は何も知らない。確実に何も知らないということだと。確実に何も知らないというか、確信しているものがないってことよね、私が唯一確信して分かっていることっていうのは、私は確信して 何も確信して知っているものはないということだみたいな話や、ね、何も分かってないっていうことが唯一分かっていることなんだよという話です。で、っていうふうにソクラテス、ギリシャの哲学者のソクラテスは言うてますと。で、don't accept the first simple explanation you hear. あ、このね、コンマはね、これ形容詞をつなぐ and のコンマやな。これ形容詞をつなぐ and の役割をしております。
まあ、アンドでいっか、普通に。形容詞をつなぐときはね、アンド使わなかったりするんですよ。このコンマだけにして、the first simple explanation いうふうに使うんだよな。だから、最初の簡単な説明やな。don't accept, don't accept、受け入れるなよと。you hear から、これもあれやん、急に出てくる仕事をしや。じゃあ当然関係代名詞ですね。よいしょ。あなたが聞いた、最初の簡単な説明を受け入れるなという話やんな。一番最初にパーンと身に入ってきた簡単でシンプルな答え、簡単でシンプルと一緒かな答えを、あ、そうなんや言うて何も考えんと受け入れんなよとな。いや、ほんまそれよ。毎回のな、 SNS とかでもなんか記事パッて見て、あ言うてババッてコメントするやん。ちゃうちゃう、そう、ちゃんと考えてね、一通り両方の意見を考えるべきよね。Find out what the experts are saying、これも動詞から始まったから命令文な。で、what 主語動詞や、さっきも言ってました what の後ろに主語を切って experts 専門かな。で、動詞や are saying、ね、専門家が言っていることですね、what 主語動詞やから主語が動詞することや。専門家が言っていることを find out、 まず探しなさいとね。まあ、なんか X やったりとかな、インスタやったりとかで、なんか誰か知らんけど個人がパッて言うたことを、まあ、パッと真に受けて、でも、うん、そうやわとか言わへんで、言わなしよな。なあ、ほんま、多ない最近そういうの。なあ、ちょっと考えようぜ、みたいなな。コメントする前に一回ちゃんと自分で調べたらええんちゃうかっていう、思うんですけれども、なあ。その次、セカンドですね。二つ目に、あ、ちょっと待って。さっきのファーストのところは、要はなんせ、世界って複雑で、しかもこう、ややこしいねんから、そのなんか自分が知らんっていうことを恥じんなよと。ほんでなんか簡単な答えを期待したらあかんで、いう話や。何も知らないっていうことを認識することが、賢くなることの第一歩なんだよと。で、ギリシャの哲学者も、なんか自分が確実に分かってることっていうのは、何もちゃんと分かってないということなんだよ、いうふうに言うとるし。ね、一番最初に自分たちが、見聞きしたことの最初のなんか簡単な説明っていうのを単に受け入れたらあかんでと。ね、まあ、専門家が言ってることが全て正しいってわけでもないんですけど、最近ね。最近ねっていうのもどうかと思うんですけど、まあ、なんせ一応ここに書いてるのは専門家が言ってることって書いておるけど、まあ、なんせもっとちゃんとたくさんいろんな情報を仕入れろと。でね、そういうのを探しなさいよ、いう話。で、セカンド、二つ目ですね。second, admit that, また admit は認めろと。that 以下のこと、この that は接続詞やで、admit の動詞の後ろに来とうからな。接続詞の that ですよや。you probably have some bias and prejudice. あ、それは確かにそう。bias, 偏見ですね。prejudice も偏見、まあ、先入観か。ね。bias が偏見。で、prejudice、先入観、まあ両方とも同じような感じですけども、先入観いいですか。あなたは少しいくつかの偏見、まあ少なからず偏見だったり先入観を持っているかもしれないということを認めなさいということですね。で、challenge what you read and hear by asking yourselfIf you agree or disagree on a gut level. 何ですか ?gut って。まあ、ここも what、多いね、今回ね、what 主語動詞。what 来て、主語来て、動詞来てますから、この read and hear な。ここまでが動詞やな。まあ、なんせ主語が動詞することや。だから、あなたが聞いたり、見たりか、読んだりか。あなたが読んだり聞いたりすることやな。をチャレンジしなさいよ。まあ、チャレンジ、この場合は、異議を唱えるとかなかった。ちょっと待って、チャレンジ、これ名詞か、動詞。あ、ほらほら、異議を唱えるってあるやろ。疑問視するとかですか。どうしましょう。疑問詞にしようか。異議を唱える。疑問詞にしようか、今回な。チャレンジ。ちょっと隣青でかぶってまうな。まあまあ、ええか。
チャレンジ、疑問視する、よいしょ、疑問視するや。あなたが読んだり聞いたりしたことを疑問視しなさいよとね、疑えってことや、ほんまか言うてね。by ask なんちゃらによってやな、by、 これ by 前置詞やからな、だから後ろ ing 形になっとんのはあれな、同名詞の ing な、後ろ名詞しか置けへんからな。うわあ、うん、どう、もうええってな、同名詞の ing やでいう話です。よいしょ。まあ、なんせ ask 尋ねるですね、ちょっと待ってな、アスク、尋ねるですから、うん、尋ねることによってや、yourself、自分自身やな、if you agree or disagree、 この if はな、これあれやで、何やったっけ、名詞節って言うんやった、まあ、なんせ訳し方は何々かどうかって訳すやつや、アスク、yourself、 なんとかってきとんねんな、ここに名詞が入ってくるはずやねん、だから名詞節の if、 つまりなんちゃらかどうかって訳す やつやね、の if だよと。だからあなたが agree、 賛成か disagree、 反対かや、 on a gut level ってなの、 gut、 guts か、はいはいはい、意味が分からんけどな、でもあー、直感レベルとか言う、この3番のかな、直感で言っとくか、とりあえず、よいしょ、直感レベル、直感レベルで、賛成か、はい、反対かかどうかね、賛成か反対かどうかっていうのを自分自身に尋ねることによって、あなたが読んだり聞いたりしたことをまず疑問視しなさいよということですね。要はだからね、誰が言うてるからとか、どこで言うてるからとかっていう、まあまあどこで言うてるから、まあまあ、うん、そうやな、まあ、うん、まあどっちかというとだから誰が言ってるかみたいな感じか、とかなしにして、直感的にこれが合ってるか間違ってるかをまず自分で、疑えということですね。で、まあ要はだからその少なからずこういう偏見とか先入観っていうのが入ってくるから、まずまず直感として、それってアグリーなの、それともディスアグリー、まあ合ってる間違ってるじゃないな、自分が賛成なのか反対なのかっていうのをまあまあ、考えなさいよということや。で、 if you immediately accept or reject an idea without really thinking, think again やな、immediately すぐにです、即座にってことね、accept or、 この or は、まあ、or って and と同じやから同じ種類のものをつなぐわけよ。ってことはこの or の後ろ見たら reject、 拒絶するっていう動詞が来てますから、じゃあ前の動詞探しましょうってことやねんけど、もうすぐにアクセプトっていう動詞あるからな、だからすぐに、アクセプトしたりリジェクトしたりするならってことやな、 if やから、ね、an idea、 考えを、 without なんちゃらはこれは何々なしでやで、何々なしでや、こうやって括弧入ってんのかな、 really thinking、ちゃんと考えることなしで、だからちゃんと考えずにある考えを、即座に受け入れたり、拒絶したりもしするなら、再び考えろと、ちゃんと考え直しなさいよということやな。例えばなんか自分が好きな人がなんかこう言うとことに対して、そうやんなってすぐに言うたらあかんでみたいな話やんないや、まあ、うん、ちょっと待ってよ、よく考えるとそれってでもこっちの方が俺的には合ってそうやなみたいなね、とかいう感じや。もうすぐに何も考えんといけるなと、考えなさい、いやほんまそれ考えなさい、ちゃんと自分でね、流されでも難しいよね、ね、わかるわ、いきますね。でその次ね、 We tend to accept without question whatever conforms to the ideas and attitudes we began to develop whenWe were children. はい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 。そうですね。まさにその通りですね。私たちは tend to 何々する傾向があるってやつです。傾向があるや。でね、accept 受け入れる傾向があるんだと。without question、疑問
なしでってことやから、疑わずにってことやな、これで。疑うことなしに。まあ、疑わずにって書いておくか。疑わずに。whatever, 何でもってことやね。confirms to, ちょっと待ってよ。without question, whatever confirms, confirm, 一致するっていう意味でしょ。この場合は。従うとかやろ、適合するは一致するあるな。しかも to ついたもんな。そうやな。オッケーオッケー、合ってるわ。じゃあ、confirms to 何々に一致するや。the ideas 考えですね。and attitudes やから、この and は attitude 態度と前の ideas 考えにつながってんねんね。で、後ろほら、we begin to 言って、主語動詞、急に出てくる主語動詞。これも今日多いね。急に出てくる主語動詞は関係代名詞や。行こう。we begin to develop when we were children。私たちが子供の時に、私たちが子供の時に、develop、発達し始めた。発達し始めたな。なんかない？開発する、持つ、あ、これいいんちゃう、持つようになる、なんちゃらになる。私たちが子供の時に持つようになったとか、そうやな、それで言うか、持つようになる、持ち始めたってことや。持つようになるですね。私たちが子供の時に持ち始めた、考え、アイディアズだったり、アティチュード、態度に一致するものなら何でもや。whatever。これ、あれな。なんて言うん、複合関係代名詞とかにあったっけ、まあ、ちょっと名前忘れましたけど、何々は何でもっていう風な意味やで。だから、子供の頃に持ち始めた考えだったり、まあ、態度というか、まあ、考え方、生き方みたいなのに一致するものなら何でも疑うことなしに受け入れる傾向があるよと。まあそらまあそうよな。だって自分が今まで人生生きてきて、これが正しいものや、これが間違ってるものやみたいな感じで考えてるものだったりとか、こういう時はこうするもんだよねとか、何こういう言葉はとか、こういう状況は、表してるのはっていう、こういうもんだよねっていうのは今まで人生生きてきて自分で培ってきたもんやん。ね。やねんから当然それが正しいっていう風な人生を生きてきたわけやねんから、まあ疑うことなしに受け入れる傾向があるのはまあまあわかるわ。ね。ただまあそれってでも他の人にも言えることやから、他の人は他の人のさ、基準みたいなのがあるわけやん。やから、その人の基準で行ったことを自分の基準でな、話するとか。あと最近よくあんなが見るわ。最近よく見るわ。X とかで。何昔の、何や、映像なり何なり引っ張り出してきて、これってどうなみたいな。それ、その頃の基準と今の基準ちゃうからな。って、すごい思うのよね。なんでそんな話になるんやろなって思って。な。そんなん言い出したらな。全部そうじゃねみたいな。な。昔戦争日本がしとってな、人をとか、何やったらな、刀持って人を切り殺しとったんやで、あのすれ違ってバーンってぶつかったらてかあれやんな、刀の鞘にちょんって当たったら武士の魂ですから、刀は鞘当てた言うて切り殺しとったんやでな。そんな映像を出して、え、こんなんで人を切り殺すのどうとか言うのはな、それはどうかと思うやん。みたいなさ、まあまあ、なんちょっと話ずれてもうたけど、まあなんせ自分たちが持ってるのが、まあ基準になってしまってるからさ、みんな。だから当然疑うことなしに受け入れたり、いや、それは違うわっていうふうに拒絶したりする傾向があるわ。まあそりゃそうだわ。ただまあそこをな、ちょっと一回考え直さなあかんの、ちょっと難しいけどな、そんな。感情も入ってくるし、難しいんですけど、まあ行きましょう、その次ね。サイコロジスト call this confirmation by、 なんですかこれ。確認やんな、confirm やから。そやな、確認、確証。あ、下書いてるわ、これ。ラッキー。confirmation bias、 確証バイアス。自説を補強する事象のみに注目し、それを、痛いとこついてくるね。
その通りですよね。自説を補強する事象のみに注目し、それを否定する事象は軽視することや。だから自分が、正しいと思っていることは、いやほんまそうやんなって言って違うこと言うとやつは何言うとんねんこいつみたいなね、ボケーみたいな感じで思ってしまうよねみたいないう話です。でもまあそれがまあ普通だよね。あ、ちょっと待って、何やったっけ、確証バイアスやった。それ一応書いておくか。確証バイアスや、バイアス、いいねこの文章、いいね、最近のなんか状態で読むのいいね、この時代に読むのいいと思いますよこの文章ね。サイコロジスト、哲学者か、違う、サイコロジストは心理学者かやったっけ、そうやな、心理学者は、これを、コール AB の形やで、これ。コール AB で A を B と呼ぶや。これが A で、これが B な。このことを、心理学者たちは、確証バイアスっていうふうに呼んでますよと。で、あ、ちゃんとここ説明ついてるわ。ここコロンついてるやん。どうせこの確証バイアスの説明よ。初めて聞く単語でしょみたいな。だからこれ、説明してあげるよ、ぐらいな感じやな、後ろ。長ない。ここまで説明か。わお、長いね。まあ今でもさっき日本語で読んだんじゃん。The tendency to believe things that これ関係代名詞です。前が things って来てますから。関係代名詞な。だから何とかかんとかの、何とかかんとかのことを信じる傾向ってことです。tendency は tend の、名詞バージョンやから、tend to と同じような感じで訳したらいいわ、傾向があるというよりかは傾向で終わっていいんだけどな。何とかかんとかなものを信じる傾向ってことです。何を言うたら、support what we have always、まさに今読んだやつやん。ね。believe and to、ん？あ、OK、うわぁ。うわ騙されよった。ここコンマあるからさ、なんかここで切れる感あるやんか。で、support what we have always believed and to reject っていう風に最初読んだんやけど、ちゃうわ。やめてほしいよね、こういうとこにコンマ入れるのね。and は、まあさっきからずっと言うてますけど、同じ種類のものをつなげんねん。ってことは、後ろ見てください。to reject 言って to 不定詞ついております。ということは、前の to 不定詞探すと、どこですか言うてね。結構戻るで。見つかった。ウィーンって戻って、ここです。ここ。ここに to 不定詞ついとんね。だから、もう一番最初や。だから、なんて言ったらいいですか。こっから、ここまでのことと、こっから、多分ここ、そうやんな。コンマや、もう一個あったわ。こうやわ。これや。to believe することや to reject する傾向であると。その傾向のことを認証じゃないわ、確証バイアスっていうふうに呼ぶんだよっていう。大きい流れ。簡単な流れはこんな感じ。to believe、信じることや to reject、拒絶することの傾向である確証バイアスってことね。じゃあ何を信じて何を拒絶すんねんって言ったら、信じる方はまず、to believe things。What support, だから、これがここまでか、この格好が。この関係代名詞な。こっからここまでや。What 主語動詞また来てますから。よいしょ。で、しかも、have believe だよね。これちょっと離れてますけど、これで完了形やで。私たちがいつも信じてきているものを支持するものを信じるという傾向。ね、自分たちがずっと信じてきたものを、支持するというか、それに沿ったようなものを信じる傾向。そして、リジェクト、拒絶すんねんな。何を拒絶すんねん言ったら、まあ、ここコンマついてますけど、これはカッコンマな。without much thought。たくさん考えずにってことや。そんなに考えることなしに、anything that is different。この anything の後ろの that は関係代名詞な。よいしょ。これ関係代名詞ですよと。こうね。こうね。違ったものですか？
違っているものを、拒絶するという傾向や。 OK、もう一回言うときますよ、ここな、その確証バイアスっていうやつ、どんなことなんですか、どんなものなんですかいう説明や。大きく分けると、ビリーブしたり、リジェクトするという傾向のことだよという話じゃないけど、じゃあ細かい内容は、私たちが今までずっと信じてきたものを、支持してくれるものを信じたり、信じ、そして、大して考えもせずに、違う、異なったものは何でも、大して考えもせずに拒絶するという傾向。それが確証バイアスのことなんだよ。いう話ね。いや、長い。で、ラストや。ラスト、あと3行や。頑張ろう。Be critical of your ideas and attitude、あなたの考えや、アティチュード、態度を、クリティカル。批判ですか？批評とか。こっちか。そうね、批判的になるってことや。B 動詞やからね。一応これが批判的ですね。批判。ちょっともう一回見ていい？よいしょ。いいよいしょ。ちょ。なんでにしか、オッケーオッケー。批判的な、オッケー。よいしょ。よいしょ。批判的になれってことです。B から始まってますんで、命令文な。自分の考えだったり態度に対して批判的でありなさいと。ね。俺パッとこう、あ、俺はこう思うわ、やけど、いや、ちょっと待てと。それは自分基準やねんから、一回、それは捨てましょうという感じかな。まあ、捨てましょう言うほどでもないんやけど。ね。それに対して批判的でありなさいよと。で、learn to recognize your own bias。あなた自身のバイアス、偏見を認識することを学びなさいと。自分には何かしら偏見があるんやなと。少なからず偏見があるんやなということを、まあ、学んでくださいねと。で、when you read or hear something that your gut immediately accepts or rejects, check it out with a reliable source ですか。長いですけど、まあ、when から始まっとって、ここコンマ来てますんで、ここまでやな、まず前半が。だから、あなたが読んだり聞く何かをやね、something、何かを読んだり聞いた時ってことや。当然この something の後ろの that は関係代名詞やで、前の something っていう名詞を説明しておくからな。こうですか。あなたの、ガッと直感やったね。直感、immediately、即座に、accept or reject。that your、あなた、なんや、ちょっと待って。あなたの直感が即座に受け入れたり拒絶したりすることを読んだり聞いたりするときやな。ね。一応だからここまでですか、この関係代名詞はな。あなたの直感がすぐにパッと受け入れたり、パッと拒絶したりするようなものを、読んだり聞いたりしたとき、チェックイットアウト。チェックイットアウトやろ。まあ、チェックしろということです、普通に。with reliable source。信頼できるやな、これ、reliable。信頼できる。まあ、able がついとうからな、ここな。できる。的な意味が入んね、信頼できるソース、情報源ですね。信頼できる情報源を持って、チェックしなさいよというお話です。まあ、なんせだからパッとすぐにな、あ、これはダメだわとか、これはあ、めっちゃこれいいわみたいな、まあ、いいわ悪いわっていうか、あ、これ自分の意見と合ってるみたいな、賛成っていうのと反対っていうのが直感的になされんねんけども、そういう風なものに出会ったとき、そういうふうなものを読んだり聞いたりしたときは、一回ちゃんとその信頼できるね、情報源。まあ、一個じゃないですよ。だからね、双方の意見っていうのがありますから、その信頼できる情報源を使って、一回チェックしなさいよ、というお話でしたね。うわ、長かった。うん。ということで、どこまでですか？ここまでですか？あー、ごめん、ちょっとずれてもだ。はい。ということでした。お疲れ様でした。